アシジはイタリア共和国ウンブリア州ペルージャ県にある都市で、その周辺地域を含む人口約2万8000人の基礎自治体。フランシスコ界の創設者である聖フランチェスコの出身地として知られており、キリスト教の巡礼地としての性格を持つ都市でもある。フランチェスコの名を冠した聖堂や、フランシスコ会関連施設は、アシジ、フランチェスコ聖堂と関連修道施設群として、 世界遺産に登録されている。アシジは標準イタリア語において、アズシジと発音される。これは、カナ天気した場合には、アッスイズインが近い。一方、地元ウンブリアにおいては、アッスイスイが近い発音とされる。日本語文献では一般に、アッシジ表記が多い。このほかアッシージ、アッシジなど多様な表記揺れがある。ペルージャ県の中部に位置するコーネで、 すばしお山の再六にあたる。丘陵上に築かれた足ジの市街は、県とペルージャから南南東へ約1 9トルリエーティから北へ約7 7トルアンコーナから南西へ約9 5トル首都ローマから北へ約1 3 1トルの距離にある。自治体としての足ジ市は、郊外部をその範囲に含み、地域面積は十六点八四。 平方キロメートルに及ぶ、隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。紀元前1000年頃、足地周辺を含むテベレ川上流域からアドリア海にかけての地域に最初の移住者が現れた。ウンブリア人と呼ばれる彼らは高台の上に要塞化した小さな集落を築いた。紀元前450年頃にはエトルリア人がこれらの集落を徐々に奪っていった。 紀元前295年、ローマ人はセンティヌムの戦いで中部イタリアを支配下に置いた。ローマ人たちはスバシオ山麓の大地にアッシシシウムの街を築いた。当時のローマ人の遺跡は現在も城壁や広場、劇場、円形闘技場、ミネルバ神殿などに見ることができる。なお1997年には当時のローマ人の村があたかも ポンペイを思わせるような良好な状態で発掘されており、モザイクやフレスコ画で飾られた部屋が確認された。238年、足地の町はルフィヌス司教の働きによりキリスト教に改修した。ルフィヌスはコンスターノで殉教するが、伝承によれば、足地聖堂はその墓の上に建てられたという。14世紀の画家ピエトロロレンツエッティのフレスコが545年。 東ゴート王国のトーティラは町の大部分を破壊した。アシジはその後ランゴバルド王国の支配下に入り、その後はフランク人のスポレート王国の支配下に入った。11世紀、この町は独立した都市国家となりギベリンの立場を取ったが、このためゲルフのペルージャとは激しく交渉する関係にあった。若き序盤にディベルナルドーネが捕虜となった。 モンテッサン・ジョバンニの戦いも、こうした構想の中の一幕である。このことをきっかけとしてフランチェスコは、物乞いの中に身を置き、小さな兄弟会を設立することになる。13世紀、それまで、ローマ時代の城壁内に収まっていた市街は、城壁の外へと拡大する。この時代、都市は、教皇寮に含まれた。皇帝の要塞であったロッカマジオーレは1189年に、 市民によって略奪されていたが、1397年に、教皇施設ジルでアルボルノス数キ教の命によって、再建された。足ジはやがて、ペルージャの支配を受け、ついで何人かの先制君主の支配下に置かれた。ビオルド・ミケロッティ・ジャンガ・レアッツォ・オビスコンティやその、後継者である、ミラノ公、フランチェスコス・フォルツァ、ヤーコ・ポ・ピッチニーの、ウルビーノ公、フェデリーコ・ニセイなどである。 1348年の国史病の流行は年に大きな被害を与えた。ピウス2世の時代、足地は再び強行領となった。1569年、サンタマリアでリアンジェリ制度の建設が開始された。ルネサンス期からその後の時代にかけて、足地は平穏に発展したことは、17世紀の邸宅軍が物語る。今日の足地は、 この町出身の聖フランシスコの伝説に導かれた多くの巡礼者が訪れる町である。この聖人はフランシスコ界の創設者として、またシエナの聖カタリナと共にイタリアの守護聖人として数形を集めている。また、鳥に対して説教を行った伝説から多くの人々に自然を愛した人物として記憶されている。1997年9月、アッシジは、 ウンブリア州を襲った二度の大地震に見舞われ、多くの史跡も被害を受けた。しかし、復旧、復興は速やかに行われた。主要な観光地であるサンフランチェスコ教会は、2年、足らずのうちに公開を再開した。アッシジには、以下の分離集落がある。ペルージャ市街からバスで訪れることができる。1866年に開業したアッシジ駅がある。アッシジ駅は、 市外から南西へ、約5キロメートル離れている。ペルージャとの中間、漁師の市境会に、ペルージャ空港がある。この空港の正式名称は、ペルージャ・サン・フランチェスコ・ダ・シジ・ウンブリア国際空港で、アシジのフランシスコの名を副名称に採用している。コンベンツある聖フランシスコ修道会席長、修学院、志願委員、ありがとうございます。